大塚拓は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自民党国防部会長。内閣府副大臣、財務副大臣、法務大臣政務官兼内閣府大臣政務官を、歴任。東京都出身。慶応義塾高等学校を卒業。4月、慶応義塾大学法学部政治学科に、進学、1997年3月。 同学科卒業。4月、東京三菱銀行に就職。2003年3月、同校を退職。米国留学の費用や父の介護費用を年出するため、不動産経営を始める。7月、渡米市、スタンフォード大学サマープログラムに参加。9月、ハーバード大学、ケネディ行政大学院公共政策修士プログラム入学。 2005年6月、同州志望を取得して帰国。2015年4月1日、日本中撮影国大使公邸にて、日本中撮影国特命全権大使、ティモシー・ヒッチンズ、法務大臣、上川陽子と2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に、比例東京ブロック単独で出馬し、初当選。選挙の応援がで2008年6月16日、 参議院議員の丸川珠代と挙式。同年6月20日、政和政策研究会に丸川と共に入会。同年9月17日、王の松茂の後継として埼玉9区からの出馬が決まる。王の自身が大塚の選対本部長を務めた。2009年8月30日の 第45回衆議院議員総選挙に公明党の推薦を受けて出馬するも民主党の井原氏文彦に敗れ落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では埼玉9区で井原氏を破り当選し、同年12月18日の告示により就任した。2014年9月4日、第2次安倍改造内閣で、 法務大臣政務官に任命され、同月12日、かねて内閣府大臣政務官に任命された。法務大臣政務官として2020年の東京オリンピックでの来日外国人増加に伴う治安対策を担当している。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では埼玉9区で参戦。2015年10月23日、 自民党国防部会長に就任。2016年8月5日、財務副大臣に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙で4選。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で内閣府副大臣に就任。大塚拓、丸川玉代金現代、ケーズワールド2019年5月25日。 ありがとうございます。